ノーベル平和賞受賞者を決定するノルウェー議会、オスロ市長者が愛観1974年のノーベル平和賞のメダルノーベル平和賞は、ノーベル賞の一部門で、アルフレッド・ノーベルの遺言によって創設された後、部門のうちの一つ。ノーベル賞の創設者、アルフレッド・ノーベルは、スウェーデンとノルウェー両国の和解と平和を記念して、平和賞の授与はノルウェーで行うことにした。平和賞のみ、 スウェーデンではなく、ノルウェー政府が、ジオ主体である。ノーベル平和賞のメダルは、表面には、アルフレッドノーベルの横顔、裏面には三位一体を表現した、図案、プロペース・イフレターナ・テイト・ジェンティウムの文が刻まれている。廃止の声も上がるなど、当時業績とされたものが後から欠陥があったり、効果のないものと判明したりするために失望を招く、ことが多発している。そのため、 賞の価値が批判されるなど受賞者選定や賞そのものの妥当性がたびたび指摘されている。創設者のノーベルは遺言で平和賞を国家間の友好関係、軍備の削減、廃止、及び平和会議の開催、推進のために最大、最善の貢献をした人物、団体に重要すべしとしている。他のノーベル賞と異なり、団体も 受与対象となっているのが特徴である。政治情勢の影響を受けやすく、第一次世界大戦、第二次世界大戦の時期等、受賞者がないことも見られた。また、受賞前の実績だけではなく、受賞後の政治的情勢を誘引する目的で、送られる場合もある。賞は、12月10日午後1時から、オスロのオスロ市庁舎者で、受賞式が行われる。毎年の受賞は、 最高3人。選考は、ノルウェーの国会が指名する5人の委員と選考を、取り仕切る一人の初期で構成されている、ノルウェーノーベル委員会が行う。各国に推薦依頼状を送り、推薦された候補者より選ばれる。2013年には259の個人と組織の推薦があり、過去最大の数とされている。受賞が決まるのは、例年10月頃。 候補者の名前は50年間公表されない。個人の場合は生存していること、組織の場合は現存することが条件であり、ぶっこ者への追贈はない。死後この賞を受けたのは、ダグハーマーショルドのみ、トマーシュ、マサリク、ウィリアム・ハワード・タフトなどの政治家、ニコライセ世、ハイレ・セラシエ一世といった、君主、レフト・ルストイ、ピエールド・クーベルタンなどが候補となっていたことが、公表されている。 また、1939年には、アドルフ・ヒトラーが推薦されているが、これは反ファシズムの立場を取るスウェーデンの国会議員によるもので、皮肉を意図したものであった。しかし、武田智弘によると、推薦したのは、エリク・ゴットフリード・クリスティアン・ブラントでこのジョーク説は、第二次世界大戦後に、ノーベル平和賞委員会とブラントの後付けの言い訳に、過ぎず、 1938年9月に開かれたズデ図テン活場をめぐるミュンヘン会談の結果を受けて世界に平和をもたらしたとしてネビル・ジェンバレンが称賛されたようにイギリスとドイツに挟まれるスウェーデンは対戦回避をもたらしたヒトラーを推薦したとしているしかし推薦を受けた直後の1939年9月にナチスドイツはポーランドに侵攻を開始したため推薦は取り消されたベニート ムッソリーニ、ヨシフ・スターリン、フアン・ペロン夫妻といった独裁者もノミネートされているが、受賞には至っていない。ジェーン・アダムズは1916年に初めて推薦を受けて、以来、1931年に受賞するまでに延べ91回の推薦を受けた。これは、推薦を受けた回数としては最多のものである。賞金額は1901年当時の賞金額を、 その年の貨幣価値に換算されたものが贈られる。2012年以降、平和賞の賞金は一つの賞あたり、800万、スウェーデンクローナとされている。このため共同受賞となった場合には、受賞金額を受賞者たちで分け合うことになる。1976年に受賞したベティ・ウィリアムズ、マ、ノーベル賞をめぐる論争平和賞も、参照医学、物理、科学の科学参照は、 業績に対してある程度客観的な評価と期間を経て選考決定される。しかし、ノーベル平和賞は現在進行形の事柄に関わる人物も受賞対象になり、毎年選考に向けて選考委員に対するロビー活動や政治行動が多く起こるため、選考結果をめぐり世界中でたびたび論議が起こる。科学参照や 賞そのものに対して批判のあるノーベル経済学賞と比べ政治色が強くなりがちである。平和賞受賞者がその後に世界の失望を招くこともあり問題視されている。2020年にニューヨークタイムスは過去30年間のノーベル平和賞受賞者のうち当時業績とされたものは後から考えると欠陥があったり、 効果のないものと判明したりした6人の疑わしい受賞者として、エチオピアのアビー・モンハメド首相、ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問、イスラエルのシモン・ペレス元首相、ドイツ・ハク・ラビン元首相、パレスチナ解放機構のヤーセル、アラハト議長、近代中、元韓国大統領、オバマ前アメリカ大統領の名を挙げている。ノルウェー・オスロ国際平和研究所のウーダル所長も、 最近では現在進行中のことに対して、賞を授け、候補者たちが、章に見合った振る舞いをするよう促しているとして、これは、非常に危険な行為と指摘している。ノーベル平和賞受賞者の一部は、戦争を助長したと思われる行動をとったこともあり、ノーベル平和賞でなくノーベル戦争賞と呼ばなければ、いけないという皮肉もある。特に、中東和平問題について、広瀬隆は、 イスラエルとパレスチナ解放機構の秘密会談が行われた背景にアラブ人が不利になる可能性を指摘していた。ノルウェー外交による政治アピールの側面もあるとの見方もある。2015年10月9日付のディベルトはノーベル平和賞における巨大な誤った決定との見出しで同志が疑問に思うノーベル平和賞受賞者を列挙した。 成果の価値の有無で物議を醸すことになった受賞霊独裁国家の母国から批判を招いた受賞者、受賞しなかったことで疑念を招いたケースマハトマガンディはノーベル平和賞を受賞しなかった。死後数十年経ってからノーベル委員会が公表した事実によるとガンディは1930、これについてノーベル委員会はガンディが最終選考に残った1937年、 1947年、1948年の先行に監視ウェブサイト上で以下のように述べている。ありがとうございます。